メルセデスベンツ C11 は1990年世界スポーツプロトタイプカー選手権用にザウバーが製作したグループシーカーである。前年度のザウバー C9 の発展型で C9 同様メルセデス製 4973CCV 型8気筒ツインターボの M119 を搭載する。車種は C11 からカーボンモノコックを採用することになったが開発は難航し、 モノコックの合成が目標の水準に達しなかったため1からやり直すことになり1989年デビューの予定が1年ずれ込むことになったタイヤは前年までのミシュランからグッドイヤーに変更したなおマシン名はこの C11 からザウバーが外れメルセデスベンツとなった最終セッティングはレースで勝てる車にというオーダーとともにポルシェに委託された デビュー戦は1990年世界スポーツプロトタイプカー選手権開幕戦鈴鹿だったが予選でクラッシュし決勝は欠場決勝には C 級で参戦となった実質デビューの第2戦モンツァでは1の2フィニッシュを遂げ以降参加した8戦中7勝とシリーズを圧倒し2年連続チャンピオンを獲得するしかしシリーズから外れたルマン24時間レースには参加しなかった 翌1991年のスポーツカー世界選手権のシーズン上盤、メルセデス陣営では熟成不足のカテゴリー1の C291 と共にカテゴリー2の C11 も 100kg のハンディキャップを背負い参戦させた。優勝こそなかったものの確実に上位入賞し、第3戦シルバーストーン終了時にはドライバー、チームの両タイトルでランキングトップに立っていた。 この年シリーズに復帰したルマン24時間レースでは1号車、31号車、32号車の計算台の C11 を参戦させ、1号車は予選最速タイムをマークし、決勝でも序盤からレースをリードするもオーバーヒートでリタイアし、優勝は松田787バイトにさらわれた。31号車はトランスミッションのトラブルによる遅れを挽回し5位、入賞。 32号車は深夜に他車の落とした破片に乗り上げてマシンを損傷、リタイアした。このルマンが C11 の最後のレースとなった。なおこのレースで31号車に乗るミハエルシューマフハがファステストラップをマークしている。メルセデスは1990年の WSPC に1989年のドイツ F3 で活躍したカール・ベンドリンガー。 ハインツ・ハラルド・フレンツェン、ミハエル・シューマッハの3人の若手ドライバーを起用した。1991年から始まるスウィックが F1 的なスプリントレースとなることを睨んでの起用である。3人のドライバーは、ランナーズの頭文字を取って L チームと呼ばれ、教育係の四ンマスと共に WSPC に出場、ベンドリンガー。 シューマッハが1990年中に優勝を飾るなどした。1991年には国際フォーミュラ3000に専念するためフレンチェンがチームを離れたが、ウェンドリンガー、シューマッハはメルセデスに残り1991年のスウィックに出場、最終戦オートポリスで、ウェンドリンガー・シューマッハ組がこの年メルセデスにとって唯一の優勝を飾った。 メルセデスはそのオートポリスを持ってスウィックから撤退することになるが、ベンドリンガー、シューマッハは1991年シーズン途中に F1 に進出、フレンツェンも1994年になって F1 にステップアップし、若手ドライバーの育成面から見て大きな成果を残した。ありがとうございます。